あとですね、毎朝水あけてたじゃないですか。あれってただの飾りらしいですね。お、夏が来た。夏が来た。で、まあですから新しい作物植えていきましょうと。明日は晴れると。わあ、今日はすごい運が悪いみたいだな。おお、ニワトリ成長してる。ほっこ、1号と2号。やったぜ。で、これで卵、やった。手に入れたね。よし。じゃあ、ニワトリが成長したということで、喜びましょう。で、そうだな。お、あと、これもなんかできてるな。オークレジン。アーティさんグッズか。ほう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 。まあ、そういうのもあるのね。で、卵はもう出荷しちゃうか、そのまま。でもこれ全部出荷しちゃうか。今日は、夏だから新しく植え始めるけど、お金的に一番いいのはなんか、あれなんだよな。ベリー系がすごい効率がいいってことなんで、ベリー系があったら、それを取りに行きましょう。取りというか、植えに行きましょう。お、クモだ。こういうなんか凝ってんな、本当に。いや、この音楽すごい素敵やね。あ、イモムシがぴょこぴょこしてるぞ。うっしょ。粘土か。あとそうだ。お花とかも見つけたら売らないで。出荷しとかないとな。ここら辺に結構草があるから、まあ、これは刈って帰ろう。今日は生えてるかな、なんか。あ、そうだ、久しぶりにあと海岸の方に行っていろいろと集めてこねえとな。さて、しかし夏が来たか。ちょっと待った。ショーンだっけ？ショーン。シェインか。なんで話しかけてきてんです？うわー、ムラ毛ついてねえんじゃねえの？冷てえな。ここに住んでる人のことはよく知っているよ。バーテンダーの特権だな。と言ってますね。ルイスさんもいねえだろうな。あ、いた。うっす、ルイス。今のギャグじゃないよ。まあ、それしかないか。あんまり新しいセリフとかないな。夏になったんだからさ、新しいセリフ言おうぜ。よし、ピエールさん、おはよう。夏の種が置いてあるよ。ありがとう。さて、おった、ブルーベリー。13日かかんのか。13日間か。13日は結構長いけど、取れれば美味しいんだよな。メロンは12日か。トマト、ペッパー、5日間。あ、でもペッパーも連作やね。あ、麦、小麦か。秋か、夏か秋に植えて4日で成長か。ふん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 。なるほどな。ホップス。お酒も作れんのか、そういや。なるほどな。何植えようか。メロンも12日間だけど、すごいいいだろうな。ただ結構長いな。水やるだけでも相当だからな。ちょっとペッパー試してみるか。30個、40個買うか。あとそうだ、ウィートも。水やんないとダメな感じかな。これもちょっと買っていくか。これで本当に一文無しになってしまったけど。
まあウィートとかどんどん植えていってお金稼ごう。そうだ、あと海岸の方に行こうと思ってたんだ。いやしかしちょっと俺も花粉症かな、鼻がすげえムズムズすんね。あなた誰だっけ、アレックスか。お前サーフィン行くのかな。ここら辺はなんか拾うものはないな特に。 あと魚も夏になったから新しいのを釣れるようになるな。それもちょっと目を光らせながら行くかな。サンゴが1個だけか、あんま惜しくなかったな。よし、じゃあ牧場物語ならぬペッパー物語でも始めますかね。お、あそこに花が咲いているぞと。スイートピー、うん、壊れたメガネとかいらねえな。して普通に地面に投げちゃった。別にいや、怒られは するだろうね下手したら。スイートピーとグレープとスパイスベリーか、ちょっとそれを見つかったら真っ先にまああの納品するとしてだ。ここもちょっと歩いていくか。ここら辺なんかベリー系あると思うんだよな。あれか、あれは違うな。真っ先に咲いてるとは思わないんだよな。あとスパイスベリーか、実がなってたらな、わかると思うけど。植えられねえわ。ここはなんか勝手に入るのは待つしかないのかもね。でここに、あ、ここなのね。そしてスパイスベリーがあった。古き良き帽子、かわいいな。で落ちてたね。あともう一つブルーベリーか。あっちがお祭りの道なのかもしんねえな。ブルーベリー系はないな。もうちょっと探しに行くか。いや実ってねえな。こういうベリー系になってるとは思うんだけど。残念。じゃあ畑仕事しますかね。で木材の方は、まあ、ちょっとずつ成長はしてきてるな。雑草の方も切り取ってと。さてとどこら辺に植えようか。まあ、ペッパーはここら辺に新しく植え始めるかな。スプリンクラー欲しいけど鉄がないんだよな。まあ、スプリンクラーねえからまたじゃあ頑張ってちまちま手で植えるか。植えるというか水やるか。サプリングでまたやるけど、そうだ、新しくカカシも作んねえとな。ファイバーコールブッド、ファイバー持ってる、石炭持ってる、木材も持ってと。あれ20個必要か、ファイバー。ちょっと2つ作っとこう。間違えた。まあ、これくらいあれや食われることはないでしょう。
ってペッパーだ。あ、間違えちゃった。これもったいねえけど削ってだ。給料の方巻いとかねえと。9個しかねえか。いやー、すごいもったいないことしちゃったな。3つ無駄にしちゃったな。今度こそこれで種植えてと。うん、足りた。でこの余ったやつちょっとこの中に入れちゃうか。インベントリーの方もあと整理しとかねえとな。で水と、で巻いて巻いてと。あれやな、ほんとスプリンクラーが欲しいな。スプリンクラーあれや、勝手に水撒いてくれるから体力使わなくて済むし、あざとすごい楽になるとは思うけど、まあないものめないなりしても仕方ねえな。あ、水がなくなった。よし、こんなもんかな。あと小麦の方もどうせだからやっちゃうか。そうだな、カカシアここに置いとくか。カカシのあの効果範囲とか分かったら結構楽なんだけどな。あとそうだね、肥料もまた巻いてから植えよう。お、粘土ができた。ちょっとまたくしゃみが出そうだ。すげえ鼻がムズムズする。大丈夫だった、出てこなかった。よし、よし、それでどんどん肥料巻いていきましょうか。ちょっとどんどん種をまいてと。あと2つ残っちゃったけど、じゃあまかないで取っとこう。できればね、見た目とかも気にしたいななんて思ってんだよね。さて小麦の方もね、夏と秋まあ収穫できるから、ちょっと楽しみに待ちますか。終わったー。この中にまた入れてと。でニワトリはもう中に入ってるね。一応念のためこれ置いとくか。コッコ2は寝ようとしている。あ、はい。結構早く寝るんだな。まあ取りやしな。まあ人間ぐらいだよな、やっぱり夜明かりつけて活動してるのは。さてと、じゃあちょっとバーの方に行って挨拶してから寝ましょうかね。あと帰りにこれも出荷しちゃってと。出荷ってわけじゃないな、まあなんて言うんだ、まあコミュニティセンターの方に送ってと。そういえばクリントンにも話しかけてなかったな。話しかけねえと有効度下がるとか、そんなことあるな。あれ、ライヌス星2だったはずなんだけど下がった気がすんな。
くそ、あれやらめんどくさくてもちょっと前で頑張って話しかけてあげないとみんなすれちゃうな。くそ、話しかけたがらない、話したがらないクールボーイがやがるわ。ライナスにもう話しかけたしな。ちえ、つまんねえな。頑張って言うことをどんどん上げていかないとな、話しかけて。ただなんか話しかけるのもすごいめんどくさいというアンチソーシャリストな私でもある。だな、こっちか。ここに納品してと、あとベリーが見つかりゃいいんだけどな。帰りますか、じゃあ。でまた明日になったら水をまいてだ。あとどうしようかな、洞窟の方もどんどん潜っていって鉄とか集めたいんだよね。あと50階何あるのか気になるし、ちょっとそれも行ってみますか。あれやな、ちょっとガッと潜って行きますかね、しばらくは。お、今日話しかけたっけ、話しかけたか。じゃ寝ましょう。あ、そうだ、マヨネーズマシンも作っとかないとな。卵40個か。で、オークレジンが150。オッケーオッケー。で、2日目に入りましたと。明日のお天気は晴れか。で、今日の運命はよしと。お、ニワトリがもう外にいる。間違えたー、あぶねー。旧作の牧場物語みたいにダメージ判定なくてよかったー。ちょっとここツーちゃんどいてね。体力の方も、体力じゃなくて卵の方も取ってと。さてと、餌もやったから大丈夫かな。で、猫にも挨拶と。もう早速目出てんな、早えな。じゃ水をまいていきましょう。で、今日は運命がいいって書いてあったから、あれやな、潜りに行きますか。ゲオードの方もとにかく集めとかねえとな。金が今238か。あとそうだ、かまどもちょっと増やしとかねえとな。OK、でまた水入れてと。結構体力使うね。今日はあれやな、50回までいけたらよしとしようかな。なるべくね、新しいアイテム欲しいななんて思ってたりとかはする。よいしょと、完成。完成じゃないな、完了か。この卵はもう出荷しちゃってと。ちょっと玉30個ぐらい、あ、失敗した。まあパチンコの中で玉30発ぐらい入れてな。食料何持ってっかな、飯は。まあサルモンベリーかな。リークか。この2つ持っていきましょう。
さて、なんかあるかな。お、あれはスパイスベリーか。スパイスベリーはもう出荷したからな。ちょっと言うこと下げないように、ライナスの方に声かけていくか。おはようさん。俺のことはバカにしに来たのか。そんなひどい。わ、これあげるから。まあ餌付けの方も終わったし、潜りに行くかな。で、終わったらバーの方に行って挨拶しに行くってのもまあいい流れかもしんないね。よし、40回。雰囲気結構変わったな。硬いな。そしてクリスタルとかみたいなのもなんか出てきたな。わ、めっちゃ石出てきた。あれや、3回殴んないとダメになっちゃったな。これは、あ、鉄ができた。やった。何も出てこねえや。コウモリできたよ。ちょっとお前、ちょっと空気読んでくれないかな。空気、エア。硬いな。3回殴んないといけないから、そろそろあれやな、ツルハシもアップグレードしないとダメか。まあ銅は腐るほど手に入れたからね。まあ石も結構欲しいから、じゃあこれも砕いていこう。まあお前の相手するのも疲れた。うわー、スライムボールが嫌だな。フローズンティアか。わ、結構ダメージ食らわない。4ダメージ食らった。石炭。お、なんか色が違うやつだ。ジエドか。しかし音楽いいね。こういう音楽とか結構好きだったけど、終わったー。好きだなーって言った瞬間に終わったな。お、これ鉄でしょ。やったぜ。オッケーオッケー、鉄も出てくるようになってきたね。ちょっとパチンコ試してみるか。ああ、危ねえ危ねえ危ねえ。めっちゃいる。ちょっとたくらえてるたくらえてるたくらえてる。結構ダメージあんね。10ダメージとか。そーっと打ったけど、かなりタフだったね。お前の相手なんかしてやんねえよ。もうめんどくせえ、めんどくさい。残念。そして今度また音楽変わったね。硬いな。ここら辺からかなりモンスター硬くなってきたな。この黒黒ふわふわはかなりやばい方だけど、よし。ダメージ覚悟で開け壊すしかなかったな、あれは。ちょっとあそこの箱とか、わ、めっちゃ鉄あんじゃん。ちょっとコウモリあっち行け。よっしょ。これ鉄はもうマストアイテムだからな。もうこれぐらいあればもうあれやな。
スプリンクラー作れんじゃねえかな、結構。あっち行けって。鉄はもうとにかく全部掘っていこう。これ掘んないとバカだよ。掘んないとマジでもったいねえ。よいしょと。まーった、はい、ならぬ。コウモリ飛んできてんな。ちょっと俺がコウモリ界の一のアイドルでもよ。ちょっとファンのね、そういうストーキング行為とかは迷惑なんでやめてくれませんかね。パースか。見た感じ鉄のあれはないな。よー、スリップスリップ。まあ体力にはすごい余裕があるからな。あれやな、殴り合いは普通にできちゃう。そういえば鉄は24個か。これで5インゴと5個分やな。OK。あれやな、これちょっと体力的にも10回進むのはきついね。ただ石炭もかなりこいつらのおかげで収穫できるんだよね。あれやな、特になしやな、目当てのものは。あとは OK、 じゃあ帰りますか。ふう、潜る仕事も終わった、帰るか。こっちから降りられないな。そういえば誰かここの家にいるかな。マルさんがいたわ。セバスチャンは半分兄弟なの？あれ？半分兄弟ってどういうこと？あれ？お母さんもしかして再婚してるとかそういうこと？こいつは夏が嫌いなようだな。なんかもっと涼しい時期が楽しみだぜって言ってたから。まあロビンさん、まあ大変やな。しかしグレープが出てこねえな。まあちょっとなるまで辛抱やね。よいしょと。スイートピーも持って帰るとして、でゴミ箱という宝箱には何もなっていないと。残念。あれ、ルイスがいねえな。ちょっと早く来すぎたかな。あれ、毎週違うご飯売ってんのか。今日はなんかめんどくせえわって言ってんな。シェインボーにもちょっと話しかけるか。何がいいんだよ。どっか行けって言われた。このベリーあげようではないか。ありがとう。あ、1に上がってる。食い物で捨てられるとかちょろいな、あいつ。アップグレードしたいんだったら、まあ、ちゃんとしたものを持ってきてくれと。ああそうだな。あでもそっか、ジョーロあれアップグレードしようと思っても金がちょうどすぎたんだよね。種買おうと思ってて、そうだ、アップグレードしなかったんだ。そうだそうだ。まあしゃあねえか。ここら辺もちょっと草買って帰るか。あ、いっぱいすぎて持って帰れねえわ。体力使い損やな。
まあ相当掘れたからよかったけどね。よいしょと。ちょっと待って、ぶっ飛ばれと。なんか新しい武器、強くね？あれ？いつまで俺これ拾ってたの？これ装備しますよ。マジかいな。やったぜ。これでダメージがさらに期待できんな。勝てって敵叩いてたけど、これでさらに楽になるっていうね。かまど作るにはコッパワーとイストーンか。コッパワーも結構あるからな。もう一つだけ作るか、じゃあ。どこら辺に置くかな。そうだな、じゃあここに置いとくか。ここのエリアはちょっとなんか作業スペースみたいな感じで。で、鉄と石炭。5個だよな、5個だね。あとマヨネーズマシンも見てみるか。アースクリスタル、コッパーバー、石と木材。あ、これ作れんじゃん。間違った。ゲームやめるではない。アースクリスタル。あったはず。二つ作るか、じゃあ。コッパーバー、石材、木材。オッケー。マヨネーズマシンはどこ置いとくか。ニワトリ小屋のここに置いとくか。ちょうどスペースに入るしね。 OK、 やったぜ。あれ引っ越すときちょっと忘れ取るの忘れないようにしねえとな。じゃまた寝ましょう。おやすみ。